ほとんどの組織がコミュニケーション不足。私たちビジネスの現場でコミュニケーション不足が蔓延しています。上司が情報を伝えてくれない。同じ職場にいてもすぐ隣にいるのに何を考えてるかわからない。一対一面談を仕組みにするしかないんですね。問題の早期発見、早めに見つけて早めに手を打つ。一人一人の才能と情熱を解き放つ。これだけの効果がある面談ですが、意外とやられていない。会議の目的、面談の目的、研修の目的、これがごっちゃになっているケースが多いんです。面談の8つのタブー、説教を始める。それおかしくないか。雑談してるから面談はいらないという人がいるんですね。1回の面談で本音を引き出せると思う方が大きな間違い。最近どうという質問しか用意してない。コミュニケーションは意識さえ上がればできると思っている方が意外と多いんです。コミュニケーションは仕組みで強くする。さあ、それではチーム大学行ってみましょう。今日のテーマは一対一面談技術。さあ、皆さんは一対一の面談を定期的に行っていますでしょうか。私もいろんな組織を見てきたんですが、ほとんどの組織がコミュニケーション不足と言ってもいいぐらい、上司と部下がコミュニケーションを取れていません。上司と部下の信頼関係が大事、意思疎通が大事、もっと部下の可能性を引き出すべきだ、そんなことは言われるまでもないぐらい分かっていても、どうしてもコミュニケーション不足に陥ってしまう。このコミュニケーション不足を解消するには、一対一面談を仕組みにするしかないんですね。部下と定期的に面談を行う。そのやり方はどんなものがいいのか、なぜ何のために面談を行うのか。面談というものに対して固定概念があったり誤解があったりしますので、今日は一対一面談とはどうやるべきなのか、こちらをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、皆さんはコミュニケーション不足を感じていないでしょうか。例えば部下が突然辞めますと言い出されたことはないでしょうか。部下が勝手な判断で仕事を進める。ふと考えてみると、部下が何を目標にしているのかわからない。部下が何に喜び、何に苦しんで、何に悩んでいるのか、これがわからない。毎日毎日やるべき仕事はたくさんありますので、なんとか仕事をこなしていく、成果を上げていく、それに手一杯で、部下の一人一人が何を考え、何に悩み、どこへ向かおうとしているのか、意外とわからないということはないでしょうか。これはまさにコミュニケーション不足と言えると思うんですね。部下からよく出る不満の一つに、上司が情報を伝えてくれない。会議で決まったことを教えてくれない。だから会社がどこを目指しているのか、上司に何を期待されているのかわからない。こういったこともよく聞くんですよね。私たちビジネスの現場でコミュニケーション不足が蔓延しています。これをどうすればいいのか、その具体的な方法がこの一対一面談なんですね。最近ではワンオンワン面談という形で、ヤフーがこの面談の仕組みを導入したことで、コミュニケーションや生産性が劇的に回復したということで非常に有名になったんですけれども、基本的にはこの一対一の面談を仕組みにする、習慣にする、定期的に開いていく、この一対一面談をやっていくことが企業の生産性やコミュニケーションを解消する非常に有効な手段として注目されてるんですよね。一対一面談の効果を求めますと、主に4点挙げられます。一つはコミュニケーション不足の解消。伝えていない、伝わっていないということがなくなっていきます。そして上司と部下の信頼関係が強化される。上司が部下を信頼し、部下が上司を信頼する、そういう関係性を築いていく。3つ目は問題の早期発見、早期解決の手を打てる。問題というのはほっとくとどんどん大きくなりますよね。早めに見つけて早めに手を打つ、これが鉄則なわけですが、定期的に面談をしていれば早期に問題を発見できる。4つ目は業務効率化、生産性向上、モチベーションアップ。上司と部下のコミュニケーションを取ることによって、上司の期待が部下に伝わりますし、部下がつまずいていること、部下の苦手な部分を上司が補うことができますので、生産性が上がります。そして部下の目標を引き出してモチベーションを上げることによって、さらに業務効率化が図れる。こういった面談を通して上司自身もモチベーションを上げることができます。ヤフーでは面談の目的を、一人一人の才能と情熱を解き放つ、こんな風に言ってるんですね。素晴らしいことですよね。これだけの効果がある面談ですが、意外とやられていない。それはなぜか、どうすればできるのか、ここを今日お伝えしたいと思うんですね。さあ、まず面談の目的を整理しましょう。ここがずれていると面談が習慣化しません。面談の目的を考える際には、チームデザイン三大スキルと呼んでいるものがあります。組織を強くする、そのためには組織のデザインが必要です。何をデザインするか、この3つが必要です。会議力、面談力、研修力。どんな会議をどういう頻度で行うのか、この会議力が意思決定の技術を磨いていきます。組織で問題を発見し、意思決定をして進めていく、意思決定の技術が会議力です。面談力とは組織の共感度を上げることなんですね。働いている社員一人一人、会社が何を目指していて、上司が何を目指していて、
指していて、部下が何を目指しているのか、この共感度を上げていく、ビジョンへの共感度を上げていく、これをするには面談力が必要です。研修力は一人一人の自己変革を促すのに有効なんですね。会議の目的、面談の目的、研修の目的、これがごっちゃになっているケースが多いんですね。例えば人を育てる、教育しようと思ったら研修の場が一番いいわけですね。ところが会議で教育しようとしたりする、会議は意思決定の場にもかかわらず参加者の発言にですね、上司がピキッと来てですね、それおかしくないか、ちょっとプレゼンテーションしてみて、そんな風にですね講義が始まったりとか説教が始まってしまう。そうすると会議が意思決定の場ではなくなってしまう。面談で教育しようとしてしまうのもよくあることです。一対一の面談でですね、そこから説教が始まって、いい機会だからここで教育しようとなると、もう面談の場が嫌がられてしまう。また面談の場で意思決定をしてしまうと、一対一の密室でいろんなことが決まっていくとですね、その一対一面談以外の皆さんは勝手に物事が決まっていく、勝手に進めていくということで、実は意思決定をするのは会議という場が一番いいんですよね。みんなで決める、みんなで実行していく、みんなで進捗をチェックをする、会議という場が意思決定をしていくには最適なわけです。そして教育もですね、一対一で言われるともう説教臭くなったりして、なかなか聞けない話もですね、同じ内容でも研修の場だとなぜか素直に入ってくる。人間っていうのは一対一の場合と会議のような少人数の場合と研修のような大人数の場合では人間の特性が変わってくるんですよね。その特性に合わせて組織のデザイン、会議、面談、研修の目的を最適化するというのは非常に重要なわけですね。そんな中でじゃあ面談の目的は何か、これは組織の共感度を上げるということなんですよね。面談が組織の共感度を上げる場なんだと、そういう認識を持っている方が意外に少なくてですね、面談の4レベルと言ってるんですけども、レベル1の面談っていうのは雑談面談なんですね。よくですね、雑談してるから面談はいらないという人がいるんですね。休憩室とかタバコとか日々のコミュニケーションを取っている。でもこの雑談と面談は別物なんですね。このレベル1では面談の意味はあまりなしません。レベル2はトラブル対応面談、何か問題が起こった、辞めると言い出した、そんな時に応急処置で面談を設定する、何があったんだ、そうやってトラブル対応する、こういった面談、定期的に行われないトラブル対応というのは一対一面談の本来の価値を引き出していません。レベル3は問題発見、悩み解消面談。面談も最初の頃はですね、愚痴を聞く、不満を聞く、悩みを聞く、それを解消してあげる、そういった内容が多いと思うんですね。ここまで来れば一対一面談の意味はなしていきます。そしてレベル4は目標共有、共感度アップ面談。部下が何を目標にしているのか、何を目指しているのか、そして上司が何を目指していて、会社がどこに向かっていくのか、このビジョンに共感できるかどうか、お互いの目指すもの、お互いの向かっていく先の共感度を高めていく、このレベル4までいきますと、この一対一面談は非常に効果が出るんですね。まずはこの目的が違う、なぜ面談が定着しないのか、なぜ行われないのかというと、目的の置き方が違ってしまうっていうことがよくあるんですよね。雑談してるからいいとか、トラブルの時はやってますとか、そういうことではないんですね。いかに部下の悩みを引き出し、障害を取り除いて目標に向かう組織にできるかどうか、これが一対一面談の勝負どころなわけです。さあここで面談の8つのタブーっていうのをお伝えしようと思うんですが、私自身あまりタブーという言い方は好きではないんですね。行動に制限をかけたりとか、価値が狭まってしまう可能性がありますので、タブーという言い方はあまりしないんですけども、ここに出てくることをやってるとしたら、それは面談の目的を履き違えてるかもしれない、そんな戒めを込めて紹介したいと思います。一つ目は説教を始める。これが非常に多いんですよね。面談を始めてですね、それはちょっと違うんじゃないかな、上司としては説教するつもりがなくても、部下からすると何か教えられた、意見を押し付けられた、そんな風に感じてしまいます。二つ目は教育しようとする。面談っていうのは教育の場ではないんですよね。面談は共感度を高める。そうするとここで教えたいな、教育したいなと思っても、それはグッとこらえて相手の話を理解する、こちらの思っていることを伝える、そういう共感度を高めることに集中するべきなんですね。三つ目は出てきた意見に反論する、不満を聞いて反発する、何か反対意見とか反発をする、そういったことは別の場で設けた方がいいです。五つ目は態度が高圧的。これは本当に気をつけなきゃいけなくて、ただ真面目な顔をしてるだけ、笑顔じゃないだけでも怒ってるように見えたりですとか、腕を組んで少しふんぞり返るだけで高圧的に感じたりしますので、ぜひ意識をして笑顔でニコニコと話を聞いてください。6は先入観を持ちすぎる。どうせ今やる気ないんでしょとか、話聞いてるよ、今こう思ってんじゃないの、そんな風に先入観を持って話をするよりは、きちんと質問していく、どんな意見でも聞いていく、この思い込みがあるせいで信頼関係が築けないっていうことは非常によくある話です。7つ目は 100% を求める。これも非常によくある話で、面談の時間を作ったらですね、せっかく面談してるからということで欲張りになってしまうんですよね。これも分かってもらおう、これも聞き出そう、そうやって面談で100点満点を求めてしまう。ですけども、そこ
で聞けなかったとしてももう一回やればいいんですよね。目の前の人は心を閉ざしてる、あ、今回はあまり本音を喋ってくれないな、そう思ってもなんとか聞き出そうとしてですね、もう質問を浴びせ続けたりとかですね、本音を言えと強く言ったりとか、そういうことをする必要はないんですね。今日はこうやって話ができただけでもよしとしよう、そんな風に 100% を求めすぎない、相手の非を認めさせて終わるということ、ほら俺の言った通りだろ、やっと俺の言ってることが分かったかみたいなですね、相手の非を認めさせようとする、これは面談には必要ないことなんですね。誰しも長所と短所がありますから、相手の弱みを補ってあげる、こいつが必要なんですよね。自分の正当性を主張するとかそんなことはあまり価値がなくて、相手が何を考えてるのか、何を感じてるのか、それを引き出して理解する、共感してあげる、これが重要なわけですね。さあでは1対1面談の具体的なセッティング方法、これをどうするべきかということについては3点ご紹介しようと思うんですが、1つ目はあらかじめ時間を決めるということ。よくですね、時間が空いたら面談しようというふうにスケジュールを組まないケースがあるんですね。これですと面談の意味が半減してしまいます。必ずあらかじめ何月何日の何時から面談しようというふうに場を作ってください。その上で着席して行うということ。立ち話というのは1対1面談とは別物なんですね。上司にですね、面談してますかって言うと、してますよ、いつもしてます。部下に聞くと一回もしてもらったことがない、こういうケースが非常に多いんですね。必ずあらかじめ時間を決めて着席する。そうしないと面談をしてもらっているという認識を部下は持ちません。よく上司の方がこうおっしゃるんですね。そんな席に座って時間決めてやったら相手が構えてしまう、本音を引き出せないじゃないか、そんな風に言うんですけども、実は立ち話も本音は引き出せないんですね。むしろ一回の面談で本音を引き出せると思う方が大きな間違いであって、繰り返し繰り返しやっていくうちに徐々に心を開いていくのが面談というものなんですよね。信頼関係というのはそう簡単にできるものではありませんので、面談をした時に本音が引き出せなかった時に落ち込む必要はないんですね。それが前提なんです。今日は本音話してくれなかったな、そう思ってもまずはこう場を作ってくれた、そして話をしてくれたことに感謝をして、もう一回やりましょう。続けていくうちにどん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 心を開いていくようになる。それが人間関係というものなんですよね。一回の面談で信頼関係を築けなくても問題ありません。一回の面談で好きになってもらえなくても仕方がありません。繰り返していくと好きになってくれる、そう信じてぜひやっていきましょう。三つ目は質問を用意しておくということ。面談をする際に最近どうという質問しか用意してない人結構多いんですよね。最近どう、そう言われた時に、あ、別に大丈夫ですみたいに言われたら、もうそれ以降話すことがない。それではなかなか効果的な面談になりませんので、質問を用意していくことが重要です。また面談をする時はですね、自分が何を伝えるか、これに重きを置きがちなんですよね。これを話そう、あれを話そう、でも面談の趣旨はそうではありません。何を質問しようか、ここに重きを置くということ。質問をするということは相手が話す、相手が話してくれることによって自分の理解度が高まる。質問の設計をしていくことが非常に重要です。具体的にどんな質問をしたらいいのか、これをやるには面談シートを使うことが非常に有効です。こちらの画面のシートが A3 1枚の面談シートになってるんですが、縦軸に質問項目が並んでいて、横軸に1月2月3月4月とですね、月度が入っていまして、半年分記入できるようになってるんですね。シートに質問項目を書いておいて、あらかじめ相手に記入してもらう。そうすることによって面談の効率は非常に上がるんですね。じゃあどんな質問項目をするかというと、一つ目は今日話したいテーマ、相談したいことは何か。面談をするときにですね、大抵の場合部下が受け身になってしまうんですよ。今日面談で何話すんですか。そうではなくて、部下の方から話したいテーマ、相談したいことがないか、これを書いてもらうんですね。この丸一があるかどうかで面談の質がかなり変わってきます。最初は書いてくれないかもしれませんが、繰り返していくうちに面談に目的を持って参加してもらえるようになる。そのためにこの丸一ってのは非常に重要なんですね。二つ目は前回の面談の振り返り。毎月毎月面談をしてきますので、前回何を話したのか、どんなことを決定したのか、どんなことを話し合ったのか、その振り返りを入れてもらいます。三つ目は今抱えているミッション。来週までにこの仕事を終わらせないといけないんです、今月にここまで行かないといけないんです、それ今抱えているミッションを書いてもらいます。これ箇条書きで書いていくんですね。四つ目はお仕事で得られた成果、良かったこと、このプラス材料を書いてもらう。五つ目はもったいなかったこと、残念だと思ったこと、このマイナス材料を書いてもらう。六つ目はモヤモヤしていること。この4、5、6というのがプラスとマイナスとモヤモヤしている、プラスかマイナスかどっちかわからない、これを毎月書いてもらうことで、その人が何に喜びを感じて、何につまずいて、何にモヤモヤしているのか、これがわかるわけですね。7つ目はこれからどうしていきたいか、やってみたいと思っていること。4、5、6のプラスとマイナスとモヤモヤを聞いた上で、どうしていきたいと思っているか、この改善アクションをヒアリングするんですね。この1から7を一通り発表してもらいます。きちんと話を聞いてですね、耳を傾ける。そして1から7まで聞いたら、もう一回1に戻って、今日話したいテーマ、相談したいことを詳しく聞くんですね。じゃあ今度話し合う場を設けようかとか、その場で答えてあげられることもあるかもしれない。
しれません。8つ目は面談で見つかった決定事項ということなんですけども、組織の意思決定は会議でやる必要がありますが、1対1の面談で目標を引き出して、じゃあお互い何をしていこうか、じゃあ僕はこれをやるね、あなたはこれをやってくれないかな、そんな風に2人の間での決定事項を決めていく。そうすると次回の面談で前回の振り返りをすることで、その人が毎月成長を確認することができる。それは取り組めてよかったね、問題解決してよかったね、そんな風に連続性のある面談になっていくんですね。そして最後に今日の面談の感想を聞きます。シートには1から8まで入力する欄があるんですね。1から7までを最初に書いてもらって、面談をして、面談が終わったら決定事項をメモしてもらう。そして最後に感想を聞く。今日の面談はどうでしたか、どんな学びがありましたか、そして感想を聞いてあげるんですね。この1から9までの流れを繰り返していくと、どんどん信頼関係が高まっていくんですね。で、シートを使うメリットなんですけども、箇条書きで書けるようにしておいて、毎月記入していきます。そうするとまず定期的に面談されたかどうかが分かりますよね。歯抜けになっているということは面談がされてないということですから、必ず記入を上書きしていく。そして半年間面談をすると自分のコンディションが見えるんですね。半年前に嬉しいと思ってたこと、喜んでたこと、半年前に悩んでいたこと、これが半年後に振り返ってみると、あ、半年前ってこんなことに悩んでたんだ、小さいことを悩んでたなとか、自分は成長したなとか、半年間を振り返ることができるんですね。なのでシートは連続性のある半年サイクルを推奨してます。ぜひこのシートを使って事前に記入をして、毎回振り返りをして、成長を感じられる、そういう運用をぜひしていただきたいと思います。さあ、推奨ワークということで3点お伝えしたいと思います。1つ目は月に1回面談スケジュールを組みましょう。もし皆さんが組織にですね、部下がたくさんいて、メンバー多すぎて面談できません、時間が取れません、そんな風に言われるようでしたら、上位2割を決めてください。20人の組織の2割だったら4人ですよね。60人の組織だったら12人。この2割を巻き込めてるかどうかで組織の運営のしやすさが変わってきますので、上位2割を決める。その人たちに毎月面談をする。そうすると組織の2割が変わると全体に波及していくんですよね。この時に重要なのは、あらかじめスケジュールを決めておくことです。手が空いたら面談しようね、そういう場当たり的なものではいけません。面談シートに記入をしてもらいます。手書きでいいですし、箇条書きでいいんです。このシートの準備があるかどうかで時間も短縮されますし、中身も濃くなっていきます。何の目的意識もなく面談を続けても成果が遅いんですね。何のために面談をするのか、何を相談したいのか、テーマを持って面談に挑んでもらう。そうすることによってこの1対1面談っていうのは効果が何倍にもなるんですね。3つ目はこの面談を月に1回必ず定期的に行うということ。トラブルがあった時だけ面談をする、雑談で終わらせてしまう。これでは信頼関係も増えませんし、コミュニケーション不足が解消しない。1対1面談は月に1回着座をして、スケジュールを組んで、シートに書いてもらった上で共感度を高めるためにやるんだ、こういう狙いを持って確実に進めていただきたいと思います。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。コミュニケーションは仕組みで強くする。コミュニケーション不足で悩む組織ほど、コミュニケーションは意識さえ上がればできると思っている方が意外と多いんですね。コミュニケーション取ります、コミュニケーション意識します。でもコミュニケーションっていうのは必ず場と時間が必要なんですね。1対1で話し合う場、少人数で話し合う場、場がなければコミュニケーションは生まれないということなんです。コミュニケーションとは意思疎通ですよね。意思が疎通する、相手の考えていることが分かる、こっちの考えていることが伝わる。同じ職場にいてもすぐ隣にいるのに何を考えてるかわからない、それは意思疎通してるとは言えませんよね。雑談したからといってその人が何を目指しているのか、何に悩んでるのか、そこまでは見えないはずなんですね。雑談がいけないわけではないんですが、コミュニケーションとはもっと深いものなんです。それを強くしようと思えば仕組みがいるんだ。その仕組みに最適なのがこの1対1面談なんですね。1ヶ月に1人当たり30分からで結構です。この30分を取れるかどうか、これによって組織の生産性も、上司と部下の信頼関係も変わってくる。そして一人一人の才能が開花する、情熱が解き放たれる、そんな状態をぜひ作っていただきたいと思います。最後に、チーム大学では組織や悩むビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメント、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。